オイルポンプを外しました。ではこのオイルポンプをばらして洗浄していきたいと思います。でこのオイルポンプを回してみるとなんかこのスムーズ性がないというか、周りはするんですけどちょっとなんか回転に抵抗を感じるので、もしかしたらこれになんか汚れが溜まって詰まってる可能性はありそうですね。でオイルポンプも洗浄してかなり滑らかに回るようになりました。さっき内部にオイルが入ってたのでそれも周りが悪い原因もあるかもしれないですけど、クリーニングした後は明らかに回りやすくなってますね。さっきはちょっとこのなんか、でもそっか、内部に、オイルが溜まってるからちょっとこの回転が重いとかもありますけど、ちょっとそれでもなんか回転重いなって感じがして、スムーズ性があんまり良くなかったので、でクリーナーかけて分解してクリーニングした後はこうやって滑らかに動くようになってます。はい、ちょっと綺麗にクリーナーで綺麗にした後なんですけど、ちょっとオイルパンからこう吸い上げる時の金網というか、オイルパンから吸い上げてるこのストレーナー金網のところがあるんですけど、ちょっと汚れ落とした後なんでちょっと綺麗に見えるんですけど、この結構なんか目詰まりしてて、ちょっと汚れ落とした後なんで綺麗なんですけど、なんかこの分かります、このなんか金属片なのかなんか変なゴミみたいなのが結構詰まってて、これ何なのかちょっと分かんないですけど、結構この変なゴミみたいなのが多くて、そのせいで何かしら詰まりが起きてたのか、このオイルポンプにオイルをこう入れづらくしたのか分かんないですけど、ちょっとこの点が見つけられました。おそらくここでまず吸い上げにくいってのと、先ほどの見せたオイルクーラーがもしかしたら詰まり気味ってのが今回の大きな原因かもしれないですね。ちょっと洗ってて気がついたんですけど、なんかこのスラッチにしてはなんかゴムっぽい汚れだなって思ったら、これなんか液状ガスケットの、ここが分かりやすいか、ここですね、なんかあの液状ガスケットの塊みたいなのがすごいここ詰まってて、さっきと比べたら相当綺麗になったと思うんですけど、もともとこれもう結構真っ黒になんか埋まってるような感じだったんですよね。なぜかこの液状ガスケットみたいなこの破片みたいな汚れがこうびっしり詰まってて、それでオイルポンプになんか流れを阻害してるような感じの汚れがついてるっていう印象でしたね。これなぜかわかんない、でも前の動画でオイルパンのネジが1個ないってあったじゃないですか。だからもしかしたらこれ開けられてるっぽいんですよね、1回で。その液状ガスケットを塗ってそれが塗りすぎて内側に溜まってるっていう、内側にはみ出たのがごっそり落ちて、この吸い上げた時にこの辺に溜まっちゃってんのかなっていう印象ですね。でこれなんかこういう破片、実際前の 250TR でメンテした時にこういう外側にはみ出たやつ落とした時にもこういうのなんか見覚えがあったんですよね。もしかしたらその汚れっていうか、その液状ガスケットのなんか破片というかの、この液状ガスケットの汚れが以前のフラッシングで、あのワコースのオイル添加剤速効性のやつでごっそり流れ落ちてここに詰まってきたのかなってかもしれないですね。それでオイルポンプに送るオイルがかなり少なくなっちゃって、で何かしらオイルルートトラブルになってた可能性はありそうですね。はい、だいぶ綺麗になりました。さっきと全然違いますね、綺麗にすると。詰まりはここだけだったのか、あとは今
オイルクーラーの方は溶剤につけて汚れが取れてる汚れが取れてるかと思うのですが、でちょっと不安なのがやっぱりヘッド、シリンダーヘッドの方も何かしら開けられた形跡があるので、ちょっとまあこの機会に開けて中を確認するぐらいはしてみたいと思います。それではこれからタンクを外してヘッドの方を開けて中をどうなってるか確認していきたいと思います。はい、ヘッドを開けます。はい、ヘッドカバーを外しました。これ外すときはまだ良かったんですけど、結構配線類が邪魔になるのでつけるときはここどかした方がいいですね。なんとか外せましたけど、つけるときにちょっと苦労しそうです。外したこのヘッドのうち、これ何番なんだろう、あと1番かな、1番の方がこの全体を見たときにここだけやたら茶色く焼き付いたオイルの色になってるんですよね。でもしかしたらこの1番の方で何かトラブルがあるのか、ちょっと1番方面を見てみたいと思います。ちょっと1番の方をちょっと見てわからないですけど、ただやたらなんか中が汚れてるのか、オイルが溜まるポイントだとは思うんですけど、でもこの感じだと一番のこのエキゾーストあたりになんか詰まってる原因があるのか、まあ車体自体がこう傾いてるからってのもあるとは思うんですけど、左側に。でもなんかこの見た印象だと、もともとこんなもんなのか。でこれって4バルブなんですね、 XJR1200 って。でなんかまあガスケット、その液体ガスケットがちょっとつけすぎてたのかわかんないですけど、そうでもないか。でもあの辺が見えますかな、見えますかね、あのカムチェーンっていうかな、テンショナーの方にやたらこびりついてるポイントがあるんですけど、見えるかな、光を当ててるとこなんですが、やたらすごいこびりついてるとこって、これぐらい、こっちがクリアランスっていうか隙間これぐらいあるんですけど、あっち側は、まあテンショナーがついてるのもあるんですけど、なんかかなりこの液状ガスケットが残ってるみたいな感じが見えてて、それらが下に落ち、つけすぎたのが下に詰まっちゃ、つけすぎて詰まってたりするのかなって予想もしますね。でもこれ外さないといけないのかな。そうなるとまた大変ですね。せっかく開けたので、このバルブクリアランス調整をしようと思ったんですが、ここものすごく硬かったですね。いや、これってネジロック材がついてるもんなんですかね、ここって。こう、ネジが、このネジロック材がついてて、これ、しかもこのプラスなんですよ。だからこれもう舐めるんじゃないかぐらい、かなり硬く締まってて、なんとか外せたんですよね。これ下手に錆びついてたりとかしたらもう外せなかったっすね。でまあこうせっかくあげたからと思ったんですけど、これパッドが必要なタイプですよね。この以前の 250TR みたいにこの緩めて開けてとかでシクネスゲージで測って調整するタイプじゃなくて、パッド挟んでで高さ調整するってタイプなので、そのパッド持ってないからできないですね。でとりあえずこの周りを見た感じ、詰まりのような、あと汚れがすごい溜まってるっていう箇所も特に見受けられないので、手間なんですけど一回組み直して
でエンジン始動させてオイルを循環させてまたちょっと開けてみてしっかりここまでオイルが来てるのかとか、一応こう古いオイルみたいでちょっと黒ずんでるんですけど、まあ綺麗なこの交換すれば綺麗なオイルがここまで来てるはずですから、ここまで潤滑してるってことさえ分かればとりあえずはオイルは詰まってないと判断できそうですね。はい、この残ってた古いオイルをある程度は取り出せました。こっちのヘッド部分はやれることがないのでとりあえず古いオイルを抜いて軽いクリーニング程度ですけど、でこれから組み直してオイルを循環させてどうなるかとかまた後ほど確認してみたいと思います。とりあえずヘッドはこれで終了ですね。でヘッドがとりあえず大丈夫そうだったら、今のところオイル詰まりの疑いがあるのは先ほどのオイルパンのあの網の方とオイルクリーナーの方で詰まってるって感じです。オイルクリーナーじゃないですね、オイルクーラーの方で詰まりが起きてるか、この2点が一番詰まりの濃厚な原因かと思われます。